公共曲第2番。公共曲第2番保短調作品27は、ロシアの作曲家、セルゲイ・ラフマニノフが作曲した公共曲。1906年10月から1907年4月にかけて作曲され、1908年1月26日、当時ロシアで用いられていた、ユースレーキでは2月8日に、 ペテルブルクのマリンスキー劇場で作曲者自身の指揮により初演された。作品は恩師のセルゲータ・ネーエフに検定された。1900年から翌年にかけて作曲されたピアノ競争曲第2番は大きな成功を収め、ラフマニノフは公共曲第1番の初演の失敗による精神的な痛手から立ち直り、作曲家としての自信を回復することができた。 1904年にはこの作品により、グリーン歌唱と賞金千ルーブルを授与された。私生活の上でも1902年にナターリアと結婚、翌年には長女を、1907年には次女を授かった。公共曲第2番は、このようにラフマニノフが孔子とに充実した日々を過ごしていた時期の作品である。1904年から翌年にかけて、ラフマニノフは、 ボリショイ劇場における帝国歌劇場の指揮者として2期にわたる成功を収めていた。しかし彼は自分は第一に作曲家であるとの自覚から演奏会のスケジュールに作曲の時間が奪われていると実感していた。そこでより作曲に専念できるように、またロシア国内の後にロシア革命を招くこととなる不穏な政治情勢に煩わされるこの内容に、 1906年に妻と幼い娘を連れてドレスデンに移り3年間この地に滞在した。公共曲第2番は1906年10月から1907年4月にかけてドレスデンと夏の間だけ帰国して過ごした妻の実家の別荘地岩の深で作曲された。初行にはひどく不満足であったものの 数ヶ月の改作を経てこの作品を仕上げると1908年1月26日、ユリウス歴では2月8日に、サンクトペテルブルクにて、自身の指揮で初演を行った。演奏は大成功を収め、初演から10ヶ月後に2度目のグリーン歌唱を授けられた。320ページに上る、自筆譜は長く紛失していたが2004年になって、発見され、テーバー財団。 ザ・ターボルファンデーションによって所有されていたが、大英図書館に永久対応となっていた。その後、2014年5月20日に、ロンドンでサザビーズにより競売にかけられ、120万ポンドで落札された。ドレスデン滞在中に、交流のあった指揮者のアルトゥルニキシュは完成後すぐに、この曲を演奏することを予定していたが、突然取りやめてしまった。 ラフマニノフによると作品が自分に検定されなかったことに気分を害したためという。しかし後にはニキシもこの曲の価値を認め演奏するようになった。この作品は上長であるとしてたびたび改定が施された。とりわけ1940年代から1950年代にかけて演奏にカット版を用いる習慣が見られた。しかしながら今日では 第一楽章提示部の反復を省略する例はある。ものの、全曲版での演奏が定着している。現在のように全曲版が普及、定着したのは、アンドレ・プレビンによる功績が大きい。プレビン自身もかつては短縮版で演奏していたが、ソビエト連邦での公演でこの曲を演奏した際に、エフゲニム・ムラビンスキーから全曲版の存在を教えられ、それを使用するように勧められたのをきっかけに、 全曲版で演奏するようになったのだという。ロシアの公共曲の伝統に従って、ドラマティックな連続体として構成されている。動機や、旋律の絶えざる、美しい流れの強調といった、この曲の特色は、チャイコフスキーの公共曲第5番やバラキレイフの公共曲第2番といった前例に習うものであり、ゆくゆくは、プロコフィエフの 公共曲第5番やショスタコービチの公共曲第5番にも受け継がれるものであった。ただしラフマニノフはこの曲において主要なモチーフをチャイコフスキのように表題的な固定観念としては利用しておらず、より純音楽的な循環主題として処理している。ちなみに、ホタン長の有名な公共曲という例はこの曲の他にハイドンの第十四番アイトブラームスの 第4番のほか、チャイコフスキーの第5番、ドボルザークの第9番、新世界より、マーラーの第7番、シベリウスの第1番、ショスタコービチの第10番といった例があるが、これらの多くは、ブラームスの第4番以降、19世紀終盤から20世紀に用いられるようになったもので、それ以前は、破綻調や二短調に比較して、 公共曲で使われることの少ない調べであった。補丹長自体は、バロック時代やハイドンの古典派時代にはしばしば、用いられていた調整である。ハープは含まれないが、以下のように、大編成のオーケストラが起用されている。演奏時間は、カットなしで、約1時間。ラルゴ、アレグロモデラート補丹長、助走付きのソナタ形式、助走部4、4拍子、主部2、2拍子。 この楽章は陰鬱な助奏から始まるが、この助奏には全曲を通じて、重要な役割を果たす動機がいくつか盛り込まれている。例えば、チェロとコントラバスが奏でる、モットー動機、それに続く木管と、ホルンによる、おおらかな動機と、バイオリンと、ビオラによる小刻みな動きなど。これらの動機が繰り返され、弦のピッチカートなども伴って高潮をしていく。高潮の過程で、 表紙は4、4と2、4が目まぐるしく入れ替わり、6、4拍子のところで頂点を迎える。一旦弾いたところで、イングリッシュホルンが、冒頭の動機に基づく音恵で主部への橋渡し役を、務める。これに交応するかように、バイオリンとビオラによるトレモロがあって主部に入る。ビオラのトレモロは、主部の第1主題部でも継続され、クラリネットともどもリズムを刻んでいくことになる。 この助奏は第一主題に比して異例の長さである。アレグロモデラートの主部では、まずバイオリンによって緊張した第一主題が提示され、それが様々な楽器によって拡大されていく。可変表紙的な感覚が特に主部以降のこの楽章で目立っており、特徴ともなっている。幾分テンポを早め、三連符のリズムも加わって、さらに発展していく。一旦、静まると続いて、 木管と弦が、都庁長々の助長的な第二主題を柔らかく歌う。続いて、助奏でのバイオリンの動機をもとに展開的に扱われ、美しく歌われて森登る。曲は、静まり木管の導入が吹き始めると展開部へ入る。展開部では、っと動機が変形され、気まぐれに介入してくる。この変形された動機は、バイオリンソロでまず扱われ、 次いでクラリネットへと移り、繰り返される。金環が女装で木簡とホルンが奏でた。動機に基づいてファンファーレ風にそれを響かせる。テンポを落とし、モットー動機を用いて劇的なクライマックスを築く。テンポが元に戻ると再現部へと突入する。ここでは二つの主題が再現されるが、第一主題部は展開部の続きのような扱いとなる。第二主題は型通りに。 再現されるが、定時部と異なりクライマックスを築く。さらには、助走でのバイオリンの動機をもとに曲が進められていく。そしてコーダは、まず第一主題の断片を扱う。助走での木管と、ホルンによる動機が変形されて演奏されるが、暗い雰囲気を持ったまま、曲は保単調で、決然と閉じられる。アレグロモールと、異単調、に、二拍子、複合三部形式のスケルツト。 ロシア五人組、とりわけ、ボロディンやバラキレフによる公共局の構成の伝令に従って、スケルト学賞が感情学賞に先立っている。A, B, A, C, A, B, A コーダの構成で、怒りの日が学奏のベースとなっている。冒頭の確然としたリズムに乗って、その上に、グレゴリオ聖歌の怒りの日に由来する主要主題が、ホルンによって示される。この主題を中心に、 曲は盛り上がりを見せ、リズムを強調する、金管軍の絶叫にまで高まるが、やがてクラリネットのソロをきっかけに、モデラートへとテンポが落ちる。モデラート部ではバイオリンを中心に、民謡風のニューアナメロデを歌うが、それはすぐに、スキルツのリズムに書き消されてしまう。木管の短い導入を経て、A 部分の再現部分に戻る。この再現部分は、 スケルツォの定時部分と比べると変形されていて短い。弦のピッツェカートで主要主題が静かに奏でられるとスケルツォ主部が閉じられる。突然シンバルを含めた強烈な一打で中間部が始まる。中間部では曲奏が大きく変わりスケルツォ主題の要素を対法的に処理した落ち着かない音楽となる。中間部の後半は目のモッソとなりホルンのファンファーレに乗った。 軽快な更新曲風の音楽となる。この部分が終わると、スケルシュ部へ戻るためのスイークとなり、その頂点に達するとスケルシュ部へ戻る。スケルシュ台へと戻って、曲は再び盛り上がりを見せる。ここでは、スケルシュ部が幾分変形されている。モデラート部は、ほぼそっくり再現される。コーダ前の A の部分も変形され再現される。コーダではスピードを落とし、 冒頭のリズムと金管のコラールによる、怒りの日から派生した旋律が交錯し、弱々しく、学章を閉じる、ラフマニノフは、怒りの日のモチーフがお気に入りだったため、他にも、公共曲第3番、パガニーニの主題による、教師曲など多くの作品に共通して見出すことが出る。アダジオイ町長、4、4拍子、3部形式、全4楽章の中で最も有名。 ラフマニノフならではの美しい感情楽章である。まずビオラによるスラブ風の流れるような旋律が儚い憧れを込めるかのように歌われる。続いて、クラリネットのソロによるノクターン風ののどかな旋律がこれに変わる。中間部では、第一楽章冒頭の助奏に出たバイオリンの動機が変形され、イングリッシュホルニやオーボイのソロがさらそれを変容させる。その後、 オーケストラ全体によってこの曲の情緒面での頂点が形成され、全休止の後、最初のテンポへと戻る。その後は、これまでに出た3つの素材が様々な楽器のソロによって出され、次第に組み合わされながら曲は延々と流れる。そして、楽章の結末では、統一動機が原型のまま、ただしこの楽章の主張を現れて第1楽章との結びつきを再び強め、 静かに閉じる。アレグロビバーチェ補聴長に、に二拍子、そなた形式。ロシアの公共曲の伝統により、先行楽章の動機や主題が集約的に総括される修学章となっている。低音楽器による短い前奏のリズムに導かれ、エネルギッシュな第一主題が提示される。管楽器による更新曲風のエピソードを挟んでこの主題が繰り返された後、 二丁丁に転調し、力強くも甘美な第二主題が姿を現す。途中アバージョに、テンポが落ちて、第一楽章冒頭の動機や、第三楽章のロマンティックな旋律がふと浮かび上がって、回想されるが、すぐに、元のテンポに戻る。展開部はまず第一主題を扱うが、主題はかなり変形されている。ファゴットソロの旋律のところからは、行進曲風のエピソードの主題を扱う。 ティンパニーを除く、打楽器群が鳴り響き、テンポが元に戻ると再現部となる。再現部は、第一主題の再現から始まるが、幾分変形されて展開的に扱われる。更新曲風のエピソードは、ほぼ型通りに再現される。定時部同様に再度、第一主題が再現されるが、クライマックスに向けての紅用が、この直後から始まる。この流れは、一旦止まりそうになるが、 すぐに再開し、力強く次第に高揚していく。そして第二主題が勝利の参加のごとく雄大に歌われ、最高潮に達した後、高台と突入する。コーダでは、第一主題のリズムを中心に据えて、オーケストラ全体による強烈な和音の連打で、華やか曲を閉じる。公共曲、第二番は、その完美なメロディーや構成から、ラフマニノフの代表作として、 現在認知されているが、ピーター・ハン・ビンケルというオランダのレコーディングプロデューサーが大胆もこの楽曲をもとにピアノ競争曲にアレンジしようと思い立ち、これを作曲家、アレクサンダー・バレンベルクに依頼した。依頼を受けたバレンベルクは一旦は断ったものの、最終的にはアレンジを施し、オーケストラの中の主旋律の部分をピアノ独奏としてアレンジした。さらに、 独自にカデンツァなども挿入するとともに、競争曲らしく三楽章に再構成を行った。こうしてできた楽曲を、ピアノ競争曲、第5番、として、2007年に、世界初録音を行った、式、テオドレクチャル、ピアノ独奏、ボルフラムシミットイコールレオナルディ、還元楽、ヤナ・アッチェク・フィルハーモニー還元楽団。この CD は、ブリリアント社から発売されている。 楽曲の編曲に関しては、作曲者の権利団体、及び、セルゲイの孫であるアレクサンドル・ラフニノフの許可を得ているという。あとにこの楽曲は原曲、及び、ピアノ競争曲、さらにすべてのラフマニノフ作品の版権を持つの、出版元である、ブージーホークス社から、ピアノコンチェルトナンバー5として出版された。さらに2008年11月21日には、パリで、 世界初演が行われた。原曲の1、34学章をもとに編曲、再構成している。原曲の2楽章については大部分が省略され、中間部のみが競争曲の2楽章に挿入されるのみである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。